はい、こんにちは、ナンマンです。いや、この間のね、続きです。グリグリポイント見てください。チューブに入ったのはゲン君、ちっちゃいですね。さあ、そして伊藤リアルが乗ってきた。しかしすぐにプルアウト。後ろの方では渡辺間チューブイン、ゴクタピヨン、無理でしたね。板がピヨンと出てきましたね。捕まってますね。惜しいです。あー、ちくしょー、今とはねーみたいな、そんな感じで悔しい顔しております。さあ、宮原ライド、ライドオン。さあ、おっと、渡辺間が気になったのか。いや、もう渡辺間、若い子の道を塞いでしまった。残念。絡まってないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですね。さあ、安井拓実プロ、まずはレギュラー側からしゃくってしゃくってスピードアップ。そして、いやー、うわーと、ちょっとね、西風が強いんでね、うまく乗ってないですね。さあ、ライドオン、何ショットですか？捕まっちょんね。もう今んたやべかったね。やべえ、今んたもちくしゃーみたいな、揉まれたーみたいな、そんな感じでしょうね。さあ、そして誰が行く、誰が行く、行った、ゲン君のお友達。おー、ちょっとふらつきながらもプルアウト。さあ、そして後ろの方、伊藤リアル、カモン。うわー、ちょっとこれは早かったか、ブレイクが早かったか、惜しいっすね。さあ、登場です、高橋周平プロ。実はね、左側ずっと左に入ってたんですけどね、ここでセッションが始まったので入ってきました。もう真剣な顔してます。さあ、そして安井拓実、一発かましてからのもう一発、終わって決まった、やりますね。さあ、次行きましょう。カメラがバーン、誰ですか？お、ライドン、ボーン、やってます、飛んでます、バネのように弾いてます。さあ、そして、おっと、来た。そして来るか、終わり、来た。両春、スピードアップ、スピードアップ、レギュラー何する？もしかしてやっぱりエアーの練習してるんですよ今。さあ、後ろの方、大下海、久しぶりです。さあ、笑ってます、エアーします、板の上に落ちてます。あんた板が、え、しおるっとみたいな。うわー、ちっちゃい波はね、形がいいですね、吹いてますね。さあ、そして高島いぶきが突っ込む、ナイスアタック。しかしインコンプリート。いやー、もうあんたたちはもうウェット砂だらけやわ多分。さあ、そして両親がスピードアップからのエアー練習中です。ただいま練習中です。さあ、そして伊藤くんがコナミを捕まえた。さあ、来るか、チューブイン、あー、出てきたからのレバック、ナイス。そしてプルアウト、もう一回見てみましょう。さあ、ここからですね、小さめの波、しかし波がいいというのを見つけてテイクオフしてます。ここからね、ちょっとね、サイズアップしてますもんね。そしてチューブイン、ほら、左手でずっとブレーキングかけながら調整してます。ハイライン走ってますね。いやー、もういい角度で入ってきてます。そして両手を前に上げます。この両手を前に出すと加速するという本人曰くパイプラインではそんなスタイルですね。そして僕が注目したのはこの足です。両足、膝がほとんどまっすぐです。かなりの遠心力を加わってパワーがあって、あの体勢で漕げないんでしょうね。やりますね。さあ、ゲンいった。しかしこれは巻いてこないのでマニューバル変更。そしてグニュングニュン、ラインを取りながら最後は当て込む。ナイス処理をしましたね。いい感じですね。最高です。さあ、そしてカメラがバーン、来た、渡辺が来い、カモン、出てくるか、グッドアップ。あ、途中まで言いましたね、途中まで言いましたね、惜しい、くそーみたいな、そんな感じですね。さあ、そしてこれは野中くんかな、チューブ狙って出てきます。みんな見てますね。お、マントは、お、出てきたじゃんみたいな、そんな感じで裏側から見られてます。さあ、誰が行く、誰が行くのかな。さあ、入ってきたのかな、来たっぽいっすね。来た、渡辺かん、チューブイン、カモン、わ、出てきた、リベンジ成功。そしてカービングからの当て込み、わ、スプレーが飛んじゃう。そしてもう一発、ええ、何だっちって、
もう一回見てみましょう。さあここからですね、テイクオフ、うわーギリギリ、そして包んでいきます。あーラッピング、ラッピング、チューブイン、あらどっさり入ってますよこれ、見てください、ほら結構ディープっすよ。そして出てきますね、わあ危ねえ、もうここに引っかかったかなと思ったんですけど、体勢整えてきましたね、ドギー、そしてカービン、マニューバー、そして僕が注目したのはここですね、ノートリムでバチコーン、スプレーの量が半端ない、あんたかっこいいねこの角度も、ほら根性、そして軽めに当て込んで、えっえっえっ、そら渡辺館祭りが待っているのか。さあ周平君いった、まずはトップターン、いやこれちょっとちげえなって今首をかしげましたね。そしてプルアウト、カモン、あちょっと難しかったですね、やばかったですね。さあそして後ろは、おっ来た、あっと空いてる、誰も行かない。さあそしてこれはもう一回行く、チューブイン、あら祭りですね、チューブ祭り、お元くんが刺してきた、ライドオンを刺してきた、しかし出てこない、出てこれない、惜しいぞ。さあそして渡辺館が行った、チューブイン、あー出てきた、もう一回見てみましょう。さあ野中くんかな、リップをねちょっとね壊しちゃいましたね。そして入っています、渡辺館、チューブイン。さあ今回はそんなにディープじゃないんですけど、まあ綺麗に入ってますね、見てください、耐えております。そしてドギーで出てくる、やりました、お誰か指差しましたね、やったよ、もう江頭25分、そんな感じで。さあ両親スピードアップ、スピードアップからのフローターか、おっとアントナンショットみたいな、ちょっと甘く見ちょったやろみたいな。さあ高島いぶきチューブを狙ってくる、カモン来た、出てこい、あ惜しい、あんた出てきちゃったらもう巻き戻しちゃった。さあそしてライドオン、どうする、おっとプルアウトか、当て込むかと思っちゃった。さあそしてうねりがうねうねやってきております、誰が行くのかな。さあやはり渡辺館、おっとこれはちょっと難しかったか、脱出みたいな、そんな感じで。さあそして誰が行く、おお来ました、両春もう、あ怒られたんですよ、の野田さんあっちばっかり取り寄って、俺たちにこっち側を取ってくれんわみたいな、俺若干決めちょんなら暖房もあったのに全然映像がねえがみたいな、そんな感じで怒ってました、すんませんみたいな、だってあっちの方が面白いっちゃもーみたいな、そんな感じで。さあ宮崎はねもう全体的に良かったんですよ、良かったところでこんな波が出現したんで、もうトッププレイヤーがここに集結しました。なのでもうこの両脇はもう空いてるんですよ、空いてていい波来てるんですよ、しかしあそこだけもう集中ですね。さあ書いた、そして笑ってます、飛びます、飛びますって言いやすみたいな、おっと渡辺館ダンショット、びっくり箱かみたいな。さあそして伊藤くん、わーいいねいいね、出てこい、わー出てきた、さすが伊藤リアル、そしてわーロールイン気味に持っていくが弾かれた、そんな感じですね。さあもう一回見てみましょう、うわー綺麗、これはもう最高やな、あんたほらどっさり入っちゃうか、綺麗に入っちゃうか、スポーンって入っちゃうか、あー最高やね、ほらリップ見てください、上から次から次へと伊藤リアルを包んでますよ、いらっしゃいみたいな、そんな感じでしょうね、うわー最後は出てくるか、出てきた、そんな感じですね。最後ほら、そしてほらロールイン気味に持っていくが弾かれてます、惜しい、これ決まっちゃったらほらもう10点つけちゃったみたいな、そんな感じで。さあ伊藤リアル潜っております、後ろの方はゲンがいった、カモンこれもいいぞ、カモン、あっとちょっと最後ブレイクは早かったですね、惜しい。さあそして誰が行くのかな、高橋周平行った、まずはねじ込んだ、そして当て込んだ、おおみたいな、もう疲れてますね。さあそしてうわーやりますね、超惚れてますね。さあそして誰が行くのかな、
誰が行く、お、伊藤くんが構えたけどやめましたね。現に譲った形だったですね。さあそして後ろも入ってますね。誰が行く、誰が行く、お、行った、誰だ今のは、わからんかった。そして伊藤くんが乗ってきた、チューブ、しかしわあスピッツは吹いてるけど姿がない。さあもう一回見てみましょう。さあ落ちた人誰かよく見てみましょうね。さあ波が入ってきました。みんなそわそわしてます。行くのかなと思ったら行かない。そしてその裏に入ってますね。さあスローで見てみましょう。これは高島いぶきグラブレールで行くが落ちてます。もうこれは落ちてます。ドーン。そしてこの後揉まれるんでしょうね。ボックル揉まれて、もう砂だらけでしょうね。さあそして伊藤リアルが出てきた、チューブイン、しかしスピッツだけ出てきた。よし、あーくそー、もうあーもうスカーみたいな、そんな感じでしょうね。さあそして高島いぶき行った、まずはグラブレールチューブイン、わスピッツを引いてます。しかし出られません。惜しいですね。さあそして誰が行く、うわー今落ちたの誰みたいな、ほほほほ、スピッツがもうブリンブリン吹きよ。さあライオン行った、うほほほほ、あんたたちはもう、さあもう一度行きます、ライドオン、うわーっと立ち上がったんですけどね、ダメでしたね。さあそして安井匠、おっと、ここはやっぱ難しいのか、転がってます。もうフィンが引っかかってないですもんね。さあそして渡辺がいった、うわーあんたもうすごいね、もう手掘れちゃう、やばい。でも見てる方は楽しい、それいけ、突っ込めみたいな、そんな感じで見ております。もう撮影所ってもうワクワクやったもんね。さあそしてチューブイン、軽めのチューブイン、そしてプラート、さあ誰が行く、誰が行く、お、ライド行く、行く、カモン、あーダメーみたいな、そんな感じで無理みたいな、そんな感じで言ってますね。さあそしてイトリアル来た、わー珍しく体をねじ込んでいきましたが、あー捕まってますね。もうバネのように今しゃくったんですけどね、ダメですね。あのイトリアルでさえも無理なのか、このポイントはみたいな。さあ行った渡辺か、うーん、ずっぽし行ってますね。さあそして行った、おーいい掘れが、おーとはツアーディーみたいな、立ち上がったんですけどね、惜しかったですね。さあそして渡辺か行った、奥行っちゃね、チューブイン、おーとあんたぶつかるがよみたいな、危なかったかみたいな。さあそして渡辺館行かず、ちょっとブレイクテイクオフ合わなかったですね。さあそして誰が行くのかな、あ今見てましたね。さあそしてウェイトリアルトップターン、そしてもう一発、おーおーテールスライドさせて立ち上がります、さすがです。さあそして入ってきた、急に転換したのは野中君ですね。おーナイスブレーキングでチューブイン、うわー出てきた、おー伊藤君がいたねー、おっと何はどんどん来てます。しかしアタックできなかったですね、今のは惜しかった。さあそして周平行った、スピードアップスピードアップからの、おっと決まった、おいプルアウトも周平っぽいプルアウトですね。さあそして伊藤君、いい波グリングリン、いい感じ、しかしディープじゃなかったみたいな。さあゲイン、いけ、いける、いけたっちゃが、お前いっちょったら、ほら吹いちょったっちゃが、一瞬出てきたっちゃが、惜しいね、これいかんとね、あんた。さあそしてイトリアルテイクオフ、まずはおわねじ込んだからの、お合わせてますね、もう一発、おわフィンアウト、すごいっすね、うまいっすね。そしてプルアウト、やりますね。さあそしてこれは誰だ、うわライドオン出てきました。そしてカーブ、後ろは安井匠、カモン、おー来るかだって、さすがですね安井匠くん。さあそして伊藤くん、小さめの波に手を出した、スピードアップしてからの、うわあこれすげえところに狙っていくね、さすがですね、波がダブルアップしてくるの分かってますね。さあそして源くんが、おっとレイトテイク、おーボボボボ、もうフィンがもう引っかかっちゅらーみたいな、もう暴れ馬やったですね、
さあそしてほら入ってきた、誰が行く誰が行く、行ったイトリアル、しかしこれはちょっとブレイク早かった。さあそして両春カーブねじ込んだからのフルアウト。さあカメラがバーン。さあ高島芽吹フリーホールで落ちていく。そして誰が行く、後ろはさあ入ってきたぞ、行ったイトリアル、軽めのチューブインからのスピードアップ。お、先ほどのダブルアップ狙ってますね。エアーリバース、わー出てきた、最高アンタ。さあもう一回見てみましょう。巻き戻し巻き戻し、両旬のところまで巻き戻しみたいな、はい、ここからですね、まずはねじ込むみたいな、そして波が終わったんでプルアウト。そしてカメラがパーン、高島いぶきがフリーホール、しかしここまで。そして後ろセットが入って小さめが来て伊藤君狙ってきます。ここですね、チューブイン、ほら綺麗に入ってますよ。さすがですね、波の見つけ方はもう天下一品ですよ、この下。さあそして少しかぶりながら出てきて、問題ここですね、スピードアップしてからのほらあまりボトムに降りずにエアリバースを仕掛けていきます。ほらクラーン止まってテールがもう跳ね上がっちゃう。そして無理かなと思ったら出てきます。あんたこれはもう俺9点つける、すげえなあんた。さあそして後ろはわーった安井匠海君かな、もう難しいテイクオフやったですね今のは、やばかった。ほら見てください、もう砂がもうあっこ溜まっちゃってですよ、あっこだけもう砂がわしゃんわしゃんでしょ。さあそしてセットが入ってきた、行くか行くか、行った、誰だこれは、うわーみたいな、そんな感じで。さあそしてうわーこれ行った、うわーライドオンカモン、スピードアップスピードアップ、チューブイン、しかしちょっと前が落ちるのが早かった、惜しいね。さあそしてこれは野中くんが行ったね、チューブイン、しかし捕まってますね。ここが鬼門ですね、なかなかここをね出てこれないですね。さあ渡辺さんが行った、おこいっちゃね、十分あったとだろとパピッパッパー、ちょっと待ってもう一回巻き戻しみたいな。さあ渡辺さん行きます、うわいい波、ここで十分、しかしリップで頭叩きつけられて両足が見えております、ナンショットみたいな、あんたー腰がなよっちょっぞみたいな、はくそ今んた、あーもったいね、そんな感じの顔してましたね。さあ元君が言った、おおこれもいっちゃない、うわ両手でブレーキングかけてチューブイン、そして脱出、おわ来た誰が行く、よくないのかこれは、おわっと手がこれちっちゃけど誰もおらんかったみたいな、右と左と波が入ってくるんですよね、でどっちにポジショニング取るかでもう明暗が分かれる、そんな感じですね。いやー右なのか左なのかそれともみたいな、うわーいったー出てきた、かっこいい、うわー今の誰、イトリアルじゃね、さすがっすね、学習能力ありますね、やっぱりうまいっすね。さあそして誰が行くのかな、もうカメラも探しております、誰が行くと、誰が行くの誰が行くのみたいな、そんな感じで。さあ元君が行った、チューブに入ってカービング、そしてプルアウト、もう一回見てみましょう。ここからですね、ほらいい感じでリップが落ちてきますよ、ほらどっさりちょっとトップ気味に上がってダウンスローでハイラインに入ります、合わせていきます、で出てきてラウンドハウスカットバックみたいな、そしてプルアウト、最高ですね。さあそして誰が行くと、ほら入ってきようよ、うね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 、おいった、安宅カモン、あーちょっと安宅のあれではないか、好みではないか。さあそして後ろもわーグリーンって曲がっ、もうこれ上がっちょ、安宅あーちくしょーみたいな、そんな感じで。さあそして誰が行く、いったイトリアル、これ決まるやろ、来たやろカモン、うわー出てこない出てこれない、そして後ろはどーいい感じ、元君のお友達。さあそして後ろは渡辺君、これいいやろカモン、出てきた出た、もう渡辺君祭りかみたいな。さあもう一回見てみましょう、ほらもうカメラがもう右行ったり左行ったりも大変。さあそして最初は
イトリアル、あ、これ出てきたね、スロット地点ね。ちょっと穴が小さかったか。さあそしてこれすごいですよね、ほらバックサイドでグラブレール、くわー握ってますよ、ほら。そしてダウンスローにラインを合わせて出てきます。そしてカーブしてプルアウト、後ろが渡辺勘、ほらめちゃくちゃ惚れ上がってくるところに合わせながら、うりゃーってな顔してますよ、ほら目つきがうりゃーって。これもうどっさり入ってますよ、もう真空状態ですよ、この中スパーンってゴーって言うんですよ、チューブ入ったら。そしてアップスダウンしながら、ほらもう俺は出るんだ、うわ信じるんだ俺をみたいな、そんな感じで出てきます。くわーもうあんた端末りーみたいな、 MVP かこのままいったらーみたいな、そんな感じですね。いやーもう敬礼してますよ、最高っすねあんた。さあそして急いで沖に向かいます。さあそしてライドオンをブレーキにかけて回してプルアウト。さあそして元君いった、あーっとこれちっちゃいか、ちっちゃいね。お、さあたくまさんいった、レギュラー、これいい波っすよ、こっちもねいい波やっちゃけど、もうあっちにみんな集中しちゃったよ、俺が決めるんだみたいな、そんな感じで。さあチューブイン、おい、そしてプルアウト。さあ高島由紀カモン、グラブレール最近上手くなってきたっすよね、自信がついたのか。いやもう最高っすね、わーっときた野中くん。そしてもう一発入るの、チューブイン、そしてどうすんの、まだ行くの、ほら当て込んでボテクリーンみたいな、もう疲れてますね。さあそして高島由紀、おっと当て込むとかと思ったらプロアウトやってそんなの。さあ来たよ、ちょっと小ぶりが、カモン、うわー無理かーみたいな、そんな感じで。いやー楽しいっすね、そんなこんなしょったらね、もうどんどん日が暮れだして、もうカメラがもう追いつかんくなってきて、もう大変ですよ。わーっと安井匠くん、もう揉まれてます、砂だらけです、ほら見てください、 あそこだけ砂がもうね、もう溜まってるでしょ、もう海水の色が違いますもんね、あくだけ砂がこうなんていうか浮遊してるっていうか、もうあそこだけ巣があるんですよね、最高っすね。さあそしてライドオン行った、おお、ちょっと落ち気味に行くが、ちょっと掴まれてしまった、そんな感じでしょう。さあそしてこれは誰だ、さあパンピングで、お、後ろがいいっすね、イトリアルカモン、あーちょっと軽めやったですね。そしてレイバックで持っていくがノーズが刺さってしまった、惜しいね、あーくそーみたいな感じで。さあパドルアウトしていきます、お、後ろ入ったっちゃねえか、なんかうねうねしょらん、それじゃねえが後ろやがーみたいな、あーしまったこれやったみたいな、そんな感じで。うわー渡辺勘がいいところにいました、うわーチューブインするか、カモン、うわら出てきた、あらあらこけたぞーみたいな、何しやったーみたいな、もう悔しがってますね、あーくそ俺何しっかーもうみたいな。さあそしてセットらしきものが入ってきました、その1本目にライドオン、チューブイン、しかし小さいですね、こう後ろ行っちゃない、おほほほ、すぐにプルアウト、ゲン君がプルアウト。さあそして誰が行くの、誰が行くの、渡辺勘、もうお疲れですねあんた、もうお疲れ、もうでもあんたが今日は多分このままなければ MVP やね、はい潜って揉まれてくださいみたいな。さあ高島由紀チューブイン、しかし前が閉じた、惜しいね。さあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いやーこの間のね4月15日の映像でした、いやもう最高です、宮崎万歳、そんな感じでもう最高です、また見てね、バイバイ。